今調理スタート。まだ3つしか来ていただいてないんですけど、なかなかよくできてます。北海道阿蘇路町学校給食センターです。おめでとうございます。本当におめでとう。ここまでこう優勝できたのは広田さんと、あと周りの支えてくれた子どもたちや先生と地域の方々や生産者の皆さんのおかげだと思っています。